ここで重要なのはタンパク質や炭水化物に比べてです、ね、利用可能なエネルギーがすごい高いんですよ。タンパク質や炭水化物が4 1キロカロリーマイグラムに対して脂肪というのは9.3なんです。だから、えーまあ、脂肪をたくさん食べてしまうとそれだけ太りやすいというのが分かると思うんですね。ももとと エネルギーが過剰になる時ときと、えー、エネルギーが欠乏しているときですね、これを生体の働きエネルギーに対する働きというのは違うみたいなんですねで、えー。エネルギーが例えば過剰な状態だったら脂肪は食べ物から直接、えー、摂取されるか、またはエネルギーを使って体内で炭水化物から作られるみたいなんです。でタンパク質からも えー、脂肪っていうのは作られるんですが量的にはわずかで,で脂肪組織に蓄えられる脂肪は、えー、大半が肝臓または、えー、脂肪組織そのもので作られますじゃあこれに対してエネルギーが不足している状態これどうなるかっていうと脂肪はリパーゼによって分解されて、えー、グリセロールと脂肪酸になるんですこのうち実質的なエネルギー 原になるのは脂肪酸でありグリセロールの寄与は無視できる程度になるんですねで、血中に分泌された脂肪酸はアルブミンですこれアルブミンと結合してアルブミンって、えー、血中ですごい重要ですねこうして浸透圧を保つ血圧を保つまあ、水分とかをねすごい引っ張ってってくれるんですよ。血液の中にアルブミンがあることによって体外えー、体内の血液量ですね 保保たたれれるる水分量が保たれるそして血圧は心拍、えー、質量かける末梢循環抵抗で決まるんですボリュームがないと血液中にボリューム、えー、水分がないと、えー、この血圧が高くならないっていうのは分かりますねそしてこのアルブミンに脂肪酸というものはくっつくんですアルブミンと結合した状態で体内を循環するんですね でこれれででで各組織に取り込まれるんですねで脂肪酸は細胞内のミトコンドリアで酸素を用いて二酸化炭素と水にまで完全に分解されることにより大きなエネルギーを放出するんですそして僕の過去動画で大きなエネルギーを使う必要なのはまあ 心臓とかねこういったものに使うとでこれエネルギーの時は ATP っていうのが関係してくるんですけど例えば心臓の筋肉が動く際にはまあ、骨格筋も似たようなものなんですがアークシンフィラメントとミオシンフィルメントの立体構造を変えるんですねこれを変えるものがカルシウムなんですがこれえー また過去動画で見てもらえれば分かるんですがカルシウムが動くことでこの立体構造が変化するのはその時に ATP というのを活用しますその ATP を生み出すためにこの脂肪酸アルブミにくっついている脂肪酸というものがくっつくわけつまりこの脂肪酸っていうのはすごい重要なんですだから大きなエネルギーを放出する心臓や肝臓骨格筋などが脂肪酸を 特に大きく消費する機関であるとともにそこに脂肪がつきやすい例えば腎臓だってそうですで、腎臓が脂肪つきやすいのなんとなく個人的なアルブミンが関係しているのもあるのかなとは思いますね アルミミンが、えー、こういうことですね脂肪酸がくっついて移動するからじゃあ逆に前立腺って線組織なんであんまり骨格筋的な ATP を必要とするような動きがしないんじゃないかなっていうのはこれもう個人的な見解でしかないんですっていうのは前立腺僕調べたんですがやっぱりその前立腺の働きについては まだ、えー、と加明されてない部分結構多くあるみたいで分かっている働きが前立腺液を分泌することそして前立腺液は精液の一部となり精子を保護したり精子に栄養を与えるとと,ともにその運動機能を助ける役割を果たしているんですよねだからこの栗のぐらいのねえ前立腺はみかんのようなね、えー、総構造をしていて大きさは栗ぐらいって言われてるんですよね。 で尿道の周りの、えー、内腺と飛膜吹きの外腺ですね、まあ、こういった部分に分,から分けられているんですがこの前立腺と膀胱を例えばダヴィンチョプー P ーで見分けるコツっていうのは前立腺のところに脂肪がついていなくてえ膀胱には脂肪が ついてるんですよだからその組織の性外、戦組織だからこそ、こう前立腺ですね、これシアですダビンチで見たときとかのね。だから、戦、えーまあ、構造だからこそ、まあ脂肪がつかないんじゃないかと、個人的には思うんですが、ここに対してですね、なんかアカデミックな、えー、ちょっと、えー、知識をお持ちの方は、ぜひコメント欄へのコメントをよろしくお願いします。まあダ、ダビンチで言えることは、この戦組織。 と前立腺と脂肪っていうのはダヴィンチで取り始めますので、まあ、そういったところですね、えー、ここで見分けてあこっから膀胱だなとだからここを、えー、剥離していく離断していくといった、えー、オペになると思われます。今日は以上